中央通り議事堂通りから撮影東京都道、新宿副都市に4号線は東京都新宿区の特例都道である。この道路は通称中央通りと言われている。新宿駅西口に位置する新宿副都心にある都市計画街路の一つで、都道新宿副都心に4号線は特例都道新宿副都心線を代表する路線である。起点は 地上と地下の2層構造の駅前広場で、西新宿を東西に貫き、都庁前駅が地下に所在。整理コードは3504。新宿副都心4号線を含めた新宿区新宿副都心街路は、1987年8月10日に、首都東京の新しい顔として、 旧建設省と道の日実行委員会により制定された日本の道百選の一つにも選ばれている。淀橋上水上廃場に伴う西新宿地区の再開発により設置された。高度経済成長期における都心の上塚は増大の一途で新たな副都心建設が求められていた状況の中、1960年1月に新宿駅西口に 約三十四万平方キロメートルを占めたヨドバシ上水場の移転が決定し、その後地に総合的市街地再開発計画の構想がまとめられ、同年六月に都市計画が決定された。計画概要は、新宿駅西口を用として、大梅街道と甲州街道に挟まれた線形の地域に副都心を建設するもので、都心部の中枢機能分散を目的とした事務所や、 観光庁などの建物や道路をはじめとする総合的なインフラを整備した。1966年に新宿駅西口広場が最初に完成し、広場は将来の乗降客増加に対応するため世界的に類を見ない地上地下に葬式とする画期的な構造とした。このため、広場中央部には巨大な換気口を設けており、自然廃棄と日光の再興を両立させている。 またこの地域の道路網は将来の発展を見込んで余裕ある福音を取って計画されており、その中でも4号街路と12号街路は副都心のメインストリートとして福音40メートルを確保した幹線道路としている。副都心の主要部は1968年にほぼ完成を見ている。ありがとうございます。